ルース・ブラウン・ルース・ブラウンはアメリカ合衆国の R&B 歌手である。1950年代にポピュラー音楽のスタイルを R&B に持ち込んだ曲をアトランティックレコードから数多く発表した。1960年代には活動を控えたこともあったが、1970年代中頃から活動再開し、グラミー賞受賞などの栄冠を得ていた。ラッパーのラキムは 彼女の老いにあたる。バージニア州ポーツマスに七人兄弟の長女として生まれる。出生時の生命はルース・アルストン・ウェイストン。公安労働者だった父は地元の教会で聖歌隊の指導も行っていた。一時はそこに加わりゴスペルを歌っていたが、やがてルースは嘘やナイトクラブで歌う方を選んだ。1945年、ルースは トランペット奏者のジミー・ブラウンと共に、ポーツマスの家を出て、すぐ彼と結婚した。バーやクラブで歌手の仕事をしていたが、一時、ラッキー・ミリンダーのオーケストラに1ヶ月ほど所属した。ところが、バンド内に飲酒の癖を持ち込んでしまい、ワシントン DC に置き去りにされる形で、解雇されてしまった。別なバンドを率いていた、ブランシュ・キャロウェイとキャブ・キャロウェイの指定は、 クビになったルースを誘いワシントンのナイトクラブクリスタル、キャバーンズでのギグを行った。そこで、彼女の才能に確信を持った指定は、ルースのマネージャーについた。また、当時のディスクジョッキーだった、ウィリスコノバーも、彼女の消化力を評価し、アトランティックレコードの創始者であるアーメット・アーティガンと、ハーブ・エイブラムソンに紹介した。ところが、交通事故で重傷を負い9ヶ月の入院生活を、 余儀なくされたルースは、一度は予定されたオーディションを諦めざるを得なかった。しかし、1948年に、アーティガンとエイブラムソンはわざわざニューヨークから自動車でワシントンに出向き、ナイトクラブで歌う彼女の歌を聴いて、契約を決めた。ルースの歌う曲は大抵大衆的なバラットが中心だったが、アーティガンは R&B への転向を説得した。ただし、 彼女本来の資質を損なわないように、アーティガンは彼女に用意した曲には、ブルース的な脚色を抑制しポップさを十分に、残しつつ新鮮で洗練されたアレンジを施した。1949年、ソロングでデビュー。ヒットとなり、1950年にリリースしたルディトゥームズ、作曲のティアドロップスフロムマイアイズも続いた。この陽気な調子を持つ曲は、 ビルボード氏の R&B、ヒットチャートの1位を11週連続で占め、R&B 歌手としてのルースチ位を確立したものとなった。彼女にはミスリズムのニックネームが使われるようになり、また R&B の女王としても知られることとなり、R&B とはリズムブルーズではなくルース・ブラウンを略しているとまで言われた。ルースのヒット曲は、I'll Wait for You, I Know. 5から10から15アワーズ、ママ、あの人ったらひどいのよ、HE トリーツ・ユア・ドーター・ミーン、オーホワット、エイドリーム、マンボ・ベビー、ドンとディッシュブメと続いた。また、リトル・ミス・リズム、ザ・ガール・ウィズ・ザ・ティア・ドロップ・イン・ハー・ボイスも、彼女の代表曲として知られている。彼女のレコードは、1949年から1955年に、かけて、 R&B レコードチャートトップ1249週間に渡りチャートインするほどヒットした。その16曲のうち5曲は1位を記録した。彼女はアトランティックレコードの看板歌手として活躍し、社のビルはルース5点とまで呼ばれるほどだった。1960年代に入るとルースは家庭を優先してあまり公的な活動をしなくなっていた。 しかし1975年にコメディアンのレッドフォックスに絶望されて復帰。シチュエーションコメディのハローラリー、ジョン・ウォーターズの映画ヘアスプレーではファンキーなレコード店の店主役で、またトニー賞を受賞したミュージカルブラックブルーなどへの出演もこなしつつ、歌手としてもミュージカルの曲を集めたアルバムブルーズ・オン・ブロードウェイで、 グラミー賞最優秀女性ボーカル賞を受賞した。1989年にはパイオニアアワードを受賞し、1993年にはザクイーンマザーオブザブルーズとしてロックの殿堂入りを果たした。また、1993年には BB キングのアルバムブルースサミットにフィーチャリングゲストとして参加。その後も同じくロックの殿堂入りしているチャールズ・ブラウンと、 共演したり、1990年代後半には、女性ブルースギタリストのパイオニアの一人、ボーニー・レッドと、公演ツアー、ロード・テステッドをこなすなどの活躍を見せていた。また、1995年には、自伝、ミス・リズムを発売、音楽ジャーナリストを対象とした、グリーンスン・アワードを受賞した。一方で、1987年にファウエル・ベーグルらと、リズム ブルース財団を設立しミュージシャンの権利とロイヤリティを守る活動にあたった。ジャジンプリブ氏に掲載されたスティーブン・トナ・バロンの記事によると、ルースは多くの黒人女性にとって尊敬を集めるシンボルとして支持されており、またボニー・レッドなど後進のブルース歌手に多大な影響を与えた存在でもあるとされている。2006年には、 ゼネラルモーターズ社のハマーエイチさんのコマーシャルに彼女のディス・リトル・ガールズ・ゴーン・ロッキンが使われた。2006年、ルースはラスベガス近郊の病院で死去した。10月に外科手術を受けていたが、死因は心臓発作と卒中だった。ありがとうございます。